でコントローラーでプレイできちゃうな。お、準備ができたということで、はい、大塚番長の挑戦でございます。はい、頑張ってください。頑張ります。パチン。さあ、私たちのこれでもやっぱなんか、ね、ダンスやってる人の方が できるじゃん。私結構ねリズム感なんですね。あ、はい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 、確かにダンスっぽい。体を動かすものね、苦手なんだよね。あ、でもそうやってこう振るだけでできるんですね、うん、そうです。はいはい、かわいい。なんかすごいドラム、はい、エアドラムしているように見えます、ね。はいはい、はい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 。ちなみにこのね、緑のはね、なんかこう上のボタンを押しながら、 LR をね押しながら振るといけるらしいですよ。いっとかわいいですね、右左で会うとき。あーもうね、動きがなんとも愛らしいですね。難しいですか。番長ですら難しい。確かにでもこうやって見るとダンスのようにも思いますね。体使う動きがちょっとあんまり得意じゃない。新しいバンドイガルパの遊び方ですね。なんか何やらですね、このこちらのレベルはですね、ジョイコンで遊ぶのに適したレベルというのがあるそうで、ね、もしかしたら今後レベルも上がっていくパターンもあるのでしょうか、ジョイコンで。これぜひ皆さん試してほしいですね。お友達とやってもきっとね楽しいでしょうし。あー、くそ、あ、難しそう、そこ。あ、はい、決まった。明日のドア、歌いながらもできして。お友達とやっても楽しそうですね。右左で分けてね。これ、うんうん、クリアできるかな。確かにクリアなるか、頑張ってほしいですね。さあ番長どうなるか、最後決まるのか。確かにでもなんか分かんないけど、偏見だけどドラムやってた方がなんか確かに。これあれですね、大橋選手とかにもやってほしいですね。はいはい、おー、はい、一コンボ決まった、はい、決まったクリアできました。あ、よかったよかったやった、お疲れ様でした。そう、ちょっとまだねエキスパートまでは程遠い道のりがなるほどありますが、すごいまた全然違った、なんかすごいレアな光景でした。